できるもんね。そうそうそう。じゃあ行きますよ。はい、大丈夫？うん。あ、大丈夫。本番入りますよ。はい。じゃあ行きます。はい。3、2、1。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。テケテケゴルフチャンネルの桜井です。今日はですね、ゲストを、はい、お呼びしております。はい。お有名 YouTuber。いや。かの有名な。かの有名な。有名じゃないけど。ワッホー。まっちゃんの日常の。ワッホーさん。ワッホーです。ちゃんと覚えてる。ちょっとね緊張してるんですよ。ちょっと本当はまっちゃんね、僕のあの、ね、後輩で一緒にやってる子がいるんだけど、ニコニコした、そうそうそう、すごい。あいつは来週から合宿参加で、本当は そうなんです、ね、あいつをね見てもらいたかったんだけ ど今日はいないんで、ちょっと今日はね、はい、教えてもらおうかと思ってね。お願いします。わ、うん、かりました。はい、ちょっとさっきちょっとある程度診断いろいろ調べた上なんですけど、まだそちらの方はいろんな動画で上げてるので、ね、うん、自分のチャンネルで見てください。はいはい、ちょっと待ってね、はい、進めてるけど、カメラマン一番有名じゃない？あれ？あれ？すいません。どうも。泉田です。すいません。シード選手に。いやいや、いくら稼いでんですかって話だから。そうですね。いや。泉田選手にカメラマン。泉田くんにカメラマンやってもらう時代になりましたね。じゃあやっといてだから。うん。じゃあちょっとね。じゃあちょっと、あの泉田くんにね、カメラお願いして。はい、じゃあ俺何球か打つんで。そうですね。あの、いいっすか、じゃあちょっと。はい。今7万円ですね。7万円。はい。大体まあ165ぐらいですかね、この時期だと。なるほど。はい。綺麗なフェードボールです。舐めてんな。本当に。大二郎はさ、うちのチャンネルじゃ真面目な感じ出してたからな。やっぱ3万人以上いるチャンネルはね、やっぱちょっと緊張しちゃうんで。この6000人のチャンネルは全然適当。おい。まあ頑張ってないけどね。でもこれでさ、うちの視聴者さんとかもね、あ、ぜひ見てもらってなんか勉強してもらえると。はい、綺麗 なるほど、はい、魔法さん、はい、まだまだ良くなると思います。マジで、はい、なんかさ、はい、俺がやっぱり悪い時はやっぱりこう、なんていうの、潰しすぎちゃうよね。潰しすぎちゃって、そうですよね、ダラ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 ってなっちゃうのよ。なるほどなるほど、うん、なるほど。それをやっぱり直したくて、はい、やってるんだけど、その直し方が基本誰にも習ってないし、まあ、なるほどですね、うん、分かんないから。わかりました。で、うん、あの、おそらく、まあさっきいろいろした、うん、イメージをまず言うと、うん、泉田とかはちょっとこう レベルに入れながら、もうね、はい、うん、でちょっとそこから上にアッパー気味に振っていく、うん、で多分ワッホーさんはどちらかというと、うん、ダウンブローに、うん、ダウンブローにこう行きたいタイプなんですよ。はい、はいはい、ちょっと大ちゃんこっちいい？はいはいはい、ちょっと構えてもらっていいですか？はい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 、はい、で、はい、それに構えた時に、うん、今ですね、はい、左手結構ストロングそうっすね、ですよね、ストロングなんですよ、はい、アップとかにしていいんですか？アップしてください、はい、ストロング結構ストロングなんですよ、うん、ただですね、うん、ストロングなんだけれども、うん、若干ハンドレート気味に見えるんです、真ん中気味にちょっとこう、はい、でこれは何が言いたいかというと、うん、そのクラブ、うん、クラブの最近顔とか、うん、ちょっとこうグース系とか結構少なくなってたりとかして、うん、はいはいはい、結構そのドライバー系とかも開いてるクラブが結構多いんですよ、最近ありますよね、はい、うん、でもじゃあ開いてるクラブを本当はハンドファーストロングだったらハンドファーストに持っていきたいタイプが、うんうん、スクエアとか開いてるクラブを、うん、ハンドファーストに持っていったらもっと開くんですよ、うん、あ、なんで、ね、そこを知らず知らずにハンドレートにして、うん、あ、こうなってんだ。そうなんですよ、極端にやるとね、はい、でもこの形じゃ潰せないですよね、うんうん、潰せないよね、どちらかというと、うん、ああそっち系になりますよね、うん、なんで本当ならばここに来たいんですよね。こんなに左なの手、はい、こんなに左、でもなんか全然そのぐらいで普通なんですよね、まあ後で見てもらえれば、はい、で、うん、ボールは右に置けない人なので、うん、左に置いとった方がいいです。え、手の位置がこれで、はい、まあちょっとやりすぎないようにですけどね。そう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 、こういうこと、はい、え、それちょっと打ってもらっていいですか？俺熱くなったな、そう、当たりが。で、これなぜかというと、うん、その僕らってちょっと、うん、テイクバックを言ってもらって、はい、僕らのミスは、うん、テイクバックしていって、うん、ここから左にこうって潰しながらっていうか、うん、左に体重移動を使いながら打ってくるんですよね、うんうん、で
この時に悪くなる時って、うん、ここがすごいこう狭く詰まる、うん、詰まった時に、うん、もう行き場がないので体が行く方なので、はいはい、だからフェーズが変えられない時に右にペラッと か結構こう引くアゲインストライン出しした、うんしたいときに結構そういうミスとかが大きくなっちゃうんですよ、ね、はい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 、で、もう一回構えてもらって、うん、スタンスも狭めは合わないんですよ、気持ち悪いですね、狭めは、ね、そうですね、うん、広めがタイプなんですよってことは、はい、広めってことは体重移動の使い方っていうのが、うん、どちらかというとこう右に乗せて、うん、左に打つ、うん、これがでも狭いと、うん、こう右に乗れないですよね、はい、この狭いっていうのは、うん、泉田がそっち系なんですよ。大丈夫なんか泉田は狭くて狭いよね。背がでかいから広く見てるだけでしょ。あ、そう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 。足が長いんで。そう。え？なんで、うんうん、その体重移動の使い方もうまく使った方がいい、うん、っていうのが、うん、もう一回構えてもらって、さっきハンドファーストに若干左を行って、うんうん、テイクバックを、うんグーってきた時に、うん、ここ大きくするんですよ。ここ大きくする。はい。そうすると今右に乗ったじゃないですか。乗った。うん、でテイクバックの円より、うん外からこう降りてくる人いないですよね。いないね。絶対近くを通ってくると、うん、じゃあこれが体重移動ができないまんまこうやってしてしまうと円がちっちゃいですよね、うん、ちっちゃい。じゃあ切り返したらもっとちっちゃく でつまんだね。こっちに行きたい方なんで、うん、で右にペラって行く時があるので、だからその使い方的にはすごいこう大きく振っていく、大きく、はい、円を大きくしたいので、その分ボールが左じゃないですか。左だよね、はい、でちょっと大きく使っていってみてください。こんな離れるとか。ああ、いいですよ。ちょっと打っていい？はい。で、これで、うん、打つ練習しとけば、うん、足が使えてないと、うん、いけないっすよね。そうそう、ボールが押せないんですよ、うん、だから僕らは上で押したがった時にやっちゃうんで、あだからわざとこっちに離れていって、はい、もっと足使っていった方がいい。そういうことです。足を使わないとボールが押せないんで。こんなにボール左にして、はい、打ったことないのよ。まあ、これ7番アイアンぐらいですけど、でもそうでもないですよね。全然なんかそんな違和感はない感じですね。そう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 。だ結構ですね、うん、疲れます。どっちかってさ、疲れるんだ。はいはいはい。すごいでも。っていうのが、うん、そうするとまあそのテイクバックの切り返しの円がこう詰まらない、うんまあ、スティープとかいろいろ言いますけど、うんうん、これはなるべくこうシャローはでもちょっとこう寝かせる動きは絶対合わないです。うん、ちょっとこう大きく。円が来やすいんで、うん、スピン量とかコントロールできますよね、そっちの方が。上から潰したいけど、うん、このボールの位置でいいってこと？全然いいですね。そう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 、そう、あ、これくらい動いていいんだ。はい。でも実際、多分後で動画見たら、うん、意外と動けてない。動けてない。意外と、意外と。だっていつもさ、はい、まあボールの位置を、はい、手が出てんだけど、手も蚊に入っちゃってから手の蚊にも入っちゃってから。素人が本当にこれくらいでいいね入っちゃってから。いやでもこれ長くなるよ。そうですね。いつもこうやって右に置いて、はい、押さえるときなんかは、はい、でこういう、だからもうかすってなるじゃん、はい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 、あればっかり。そうですよね。だからなっちゃうの。右に置いて、うん、ハンドレートにしたらもうかすりますね。ああね。右に置いて、うん、ここにまあこっかり、はい、こういうか右に置いとってここに置いてくると、うん、もうすごいかするって感じなんだ。かすっちゃうんで、うん、右に置いてるんだったらもうハンドファーストにしてそのままぶつけていった方が、はい、じゃあ今のボールの位置はがアイアンはベースです。ベースね。で低い時はもちろん右に置いてもいいですけど、うん、でも右に置くけどこうやって動いた方がいい、はい、全然動いた方がいいです。へえ、すごいな。じゃあちょっとさ、はい、これアイアンでやった後ちょっとドライバーもちょっと教えてもらっていいですか。はい、おー、いい。そんなに動けてないんだ。意外とですね。でも結構当たりが熱くなるね。熱いですね。へえ、はあ、すげえな。まあ、でも難しいんですよね、そのやっぱ、うん、これ、うん、そんな悪くはないか、うん、言うてもクラブ。じゃあこれ、俺ピンの、うん、I210 ってクラブ使ってて、はい、で前は三浦技研 の、はい、あのアイアンだったんですよ。なるほどですね。でやっぱり球が基本上がんないから。そうですね。120です。まあこのピンでアイアンしたら球が上がるよって。あー、なるほど。イメージが、はい、そのバンスをボールの下にしたらバンって入れたら上がるっていうイメージが、はい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 、はい、なんとなくあるから。なるほど。でももっといいアイアンある？あります。
基本的に重心が上からやっぱ僕らってこう、うん、ライン出し好きなんですよ、うん、低い狙っていくのが、うん、なんで重心がちょっと高い、まあ、言うたらマッスルバックですよね。マッスルバック系をいいんだ俺さ、ほとんど打ったことなくて、はい、どうしても球が低くなるんよね。あ、はい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 、はい、それもやっぱり今みたいに打ってれば上がってくる。出たんです。なんでかでも体重移動使ってるんで。あ、そうなんだ。うちのチャンネルだったらすぐもうメーカーさん待ってますよっていうとこだったな。おーっとこれドライバーは、ドライバーはドライバー行きましょうか。ドライバーもこう左手でこの手、この寄ってる位置、これそんなないよね、ハンドファーストね。全然だってないと思う。これだったら、うん、このぐらいがいいんですよ。で、どうすんの。いいです。そうそう、これで構えんの。違う、打てる、これで打てるんですよ。あ、いいですね、いいですね。ナイスショー。あ、ナイスショーだな。打てちゃうんですよ、俺がまた。で、まあ、ティーとかもあんまり入っては合わないっていう。違う、俺はやっぱ潰しちゃうから、はい、なるべく高いティーアップでやってたのよ。それが、その泉だけの動きをちょっと取り入れてるっていう。まあでも、やっぱアドレスからハンドレートに構えて、ちょっとこうやってるんだっていう感じなんで、まあプロなんで、うん、なんとなくは打てれるんですよ、うん、はい、でやってきたからさ、だからでもいいショットするとき、まあ、レイクサイドなんかちょっと狭かったりするじゃん、はい、だから結構こう T ちょっと低めにしてこうフェードの低いフェード打ってるとうまくいくのよ、このレイクサイドの向こうなんてらしい、どっちか分かんないけどロングとかも、はい、そうですよね。ただこういうのが打てんよ。そうっす、もう苦手なんで僕ら。もうこうなった瞬間にもうラインが出ないです。だから僕らこうやっていきたいんですよ、うん、ちょっとクラブいいですか。はい、からこれ鉛も、あ、そうそう、鉛も後ろ取ってここに鉛貼って、鉛取ってるんですよ、うん、でここに鉛、うん、そうだから後ろに重りがあるのが気持ち悪くて、はい、これやっぱりなんでかっていうと、うん、このクラブ的にやっぱ後ろに重りがあると、うん、どうしても打つ瞬間にこういう感染モメントなんですよ。そうだよね、だから、まあ、言うとさ、あれだけどさ、はい、俺 G425MAX さ、あの打って、はい、うちのチャンネルで、はい、このクラブはもうつってあのメルカリで売ったのよ。買ってね、ちゃんと買ったやつだから売ったんだけど、後ろになんか 20g ぐらいついてたからさ、だこれはっつって、そういうのは合わないです。あ、はい、やっぱ良かったんだね、売ってね、はい、3万3000円になりました。あ、はい、いいですね、いいですね、いいですね、素晴らしい判断だと思います。ナイスマネージメント。この顔ぐらいだったらいいんだ。そんなもっといいクラブ、なんか、なんだ、何がいい。じゃあ、いややっぱあれでしょ。ちょっとスリクソンとかやめてよ、絶対。いや、スリクソン全然合わない、うん、合わないんですよ。もうね、ぴったりのクラブありますよね。何がいいの。JJR とかいいんじゃないですか。俺ね、はあ、俺かぶってるクラブね、昔から好きなのよ。いや、もうそういうこと、これ もう、まあ、僕のチャンネルで言ってるんですけど、なんなの、うちのチャンネルにしてよ、もう。あの、僕らはかぶってるクラブを抜きたいんですよ、左に。俺前さ、マジスティ使ったろ、はい、丸万にお世話になって、こんなんなのよ。そうそう、みんなにブスだなって言われながらさ。いや、もう俺もそんな、これブスじゃない、ばっかりやで、これブスじゃない、これどう、もう好き、ブスだよね。いいね、これ人から見たら大ブスだけど。いやいや、大二郎たちから見たら。これバティックって言って、バティックっていうメーカーで出してて、で今回新しく出て、はい、知り合いの方、まあキャスコで僕仕事してたりするんで、これいいっすね。でこれはカウンターで 17g 入れて、はい、バランス C3 なの。で C3 で、でちょっと やってんだよね。で総重量が330ぐらいかな。お、結構ありますよ、ね。うん、そう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 。でこの頼んだシャフトと違うシャフトで来たから、CP しか出ない。ああ、なるほどなるほど。このぐらいかぶってたら、うん、ここに持ってこれやすいんですよね、うん、でもこれ開いてるくらい、もうテーラーのシムとかは、うん、もうハンドファースト持ってこれないんで、うん、おー、いいね、こっちの方がいいよね。いいですね。だ、そうなんだ。その辺も、うん、あの気づいてるんだけど自分がどっちかなっていうのがやっぱりプロでも分かってない方が多いので、やっぱその無駄な時間を過ごしてほしくない。無駄な時間過ごして10年経ったよ、もう。いや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 、ほんと無駄っすもんね。無駄だよね、だってもう21ぐらいにプロになってさ、もう十何年経つわけだから。そうですね、そっか。だからポケキャビとかも合わないです。マッスルバック、まあ、できれば重心が高い。あ、じゃあうちのチャンネル来た時にちょっと知り合いのメーカーさんに聞いてみるわ。はい、の方が多分全然良くなるんじゃないかなと思います。そっか。なんかもう大二郎くんの顔がもう疲れてきて、疲れてきてるから、はい、この辺で。ちょっとこの辺で。まあでも桜さん本当に今日はありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。なんかこれ参考にして、はい、また
連絡させてもらって、うん、わあの分かんないことだったら聞きます。はい、ぜひ、はい、あのまたコラボをさせてください。もうあの大物YouTuberだと思います。でもやっぱうちはさ、はい、うちのチャンネルではなるべくアマチュアの人を出さないで、あ、まあ、プロゴルファーとかを出して、うん、まあ、プロゴルファーって、まあ、大二郎君とかもさ、まあ、チャンネル出てるから、うん、ああ面白いやつだなとか、まあ真面目なやつだって見えるけど、なんか分かるじゃん、人となりがね。そうやっていきたいんで、そうっすね、はい、またぜひあのよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん、なんて言うんですか、こういう違う、いや別に何も言わない分かる、この素人か、毎回ね、いいじゃん、テケ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 やけんね、うん、なんで、はい、でも本当にありがとうございました。ありがとうございました。